はい、胸部のプレイン CT を撮影しまして、カラーイメージのボリュームレンダリングを作りました。それを 3DCT に加工しております。この方は80歳の女性ですけど、アオルティックアーチをご覧ください。このようにプラークがたくさん見られます。今サジタールに近い位置からですけど、これを回転させまして、後ろから見ている状況にしております。はい、次にこの後ろから見ている像を起こしまして、アキシャルに近い上から覗いた画像にしております。これご覧になられますように、プランクがたくさん付着しておりますけど、これがアオルティックアーチのアッセンディングな部分ですね。この辺りがバルサブルバ洞に相当します。そしてくるっと回していきまして、これがディセンディングアオルタですね。で、このようにプラークがたくさん付着しております。この画像はですね、プレイン CT から作りました仮想血管内視鏡像なんですけど、このようにプラークがはっきり見られ、血管内皮もこのようにカラーイメージ で出すことができます。アッセンディングアオルタ、ディセンディングアオルタに行って、これが胸部大動脈の方に移行しております。はい、引き続いて胸部大動脈ですけど、ずっと加工していきます。ご覧のように血管内皮が見られます。そしてやはりプラークが引き続いてこのように形成されておりますね。はい、以上です。ありがとうございました。